所長に聞いて話しちゃったんだよ。篠崎ケイ、あのペンギンのギャングか。ああそう、聖母レリア、うん、あーレリアか、うん、レリアはなんだ。そう、そうなのか。ブラーミアの修行見てたな、なんか。ああそうだな。本当ありがとう。うん、お疲れ様。おー所長久しぶりじゃねえか。おお兄貴久しぶり。俺は銀河一兄貴だ。所長に聞いて話しちゃったんだよ。どうした。ギャングのやつらについて知りてんだよ。ギャングのやつらについて知りたい。あとこの町の歴史だな。おお非常に興味がある。長くなりそうだな。いやそうなんだよ、だ歴史とか長そうだから。また今度も全然いいんだけどよ。この町のその何の歴史が知りたいんだ。まあちょっとこう警察やってるとギャングのやつらと戦うこともしょっちゅうあるじゃねえか。うん、で戦う上でやっぱあいつらがどういう信念持って犯罪やってんのか知りてんだよ、うん、ああなるほどな。ああ俺もなんか仕事としてやってっけど、やっぱ仕事としてじゃなく男としてぶつかれてんだ。おおいいな。ああそういう男じゃねえ。そうだからあいつらが分かってる範囲で。おおいいのか。うん、ありがとうよ、助かるぜ。ちょっと部屋来るか。うおやったぜ。サブロも聞きたい。いいぞ、サブロ聞こうぜ。今日サブロ大量発生してんな。あ、そう、うん、最初の、ま、町にできた最初のギャングから。お俺は一応知ってるからな。おお、そりゃ長えな、所長、うん、そうだな、まあ話は遡ること、のこと、2022年、2年前か。おう、8月の暮れだったかな。おうおうおう、うん、この町ロスサントスに正式にみんな引っ越してくる形になったわけだ。おうおう、俺が来たのはな、その少し1週間ぐらい経った後だったんだよ。おうおうおう、当時の犯罪者っていうのは、おうみんなが一枚岩っていうわけではなくてな、個人個人が犯罪者みたいな感じが多くて、うんうん、まあ言うなればまとまったギャングっていうものはあんまいなかったな。なるほど。しばらくしてからそのギャングという組織が立ち上がったんだけど、おうおう、最初にギャングをやっていたものはそうだな、もうこの町にはいないな。最初の篠崎ケイ、篠崎とか、あのペンギンのギャングか。ああそう、ペンギンファミリーっていうギャングなんだ、うん、うん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 、篠崎圭だとか、あと山本達也だな。うんうんうん、うん、その辺がおそらく最初の方にギャングを作り始めたな。なるほど。大体はそのまとまってなかった犯罪者たちをまとめて、うん、この町で名を上げようっていう目的だったりとか。うん、いいじゃねえか。まあそんな感じでみんないろんなギャングをやってて、で、おうおうおう、ペンギンファミリーの篠崎に関しては、まあ結構人脈も広くてな、うん、そこで結果的には俺たち署員を思っての行動だったんだけど、実は前署長もそのペンギンファミリー篠崎とつながってたんだ。おーなるほど、うん、それは一応昔の警察の財政状況が悪くてな、うんうんうん、どうにかしてみんな署員にお金をこう生むために、前署長番田長介が身を削った思いで、あ、うん、まあ仕方なく篠崎とまあ、取引をしてたってわけなんだけど、へえ、結果的にそれが原因で長介は辞任をすることになってな。あーそうなのか、うん、その代わりに俺が署長に就いたっていうのが、まあ、この町の最初の方の出来事なんだ。なるほど。まあ今となっては篠崎もいなくなっちまって、山本さんも町から出て行ってしまったから最初の方のギャングはいないんだけど、うんうん、その意思を継いで、まあいろんなギャングたちがこういろいろ立ち上がったんだけど、後に来たのがモズじゃないかな。それこそ、おお、まあ古いって聞いたぜ、うん、まあモズも元々はグループじゃなかったんだ。うんうんうん、バンダーマーはあいつは別の町の永久その無期懲役犯で、お永久的に牢屋にいるはずのやつなんだが、この町にどうやら逃げ込んできたらしい。でなるほどな。そしてこの町でいろいろと悪さをしてるやつなんだけどな、うんうん、まあこの世に存在する犯罪は全部やってきた、もう筋金入りの悪なんだが、おうおう、まあ、そんなバンダーマーはもともとは一匹狼でいろいろ犯罪をやっていたんだが、うん、結果的にやつもいろいろとこの町にいる中でこう仲間というものを見つけていって、うんうん、最終的にはそのモズというグループを立ち上げた。おう、まあだから今いるギャングの中のサイコさんっていうところではモズだろうな。その時点で長いのはアンブレラグッバイサーカスあたりじゃないかな。グッバイサーカスのボスがもともと別のギャングだったみたいなも話は聞いたな。
あ、そうだ、グッバイサーカスのボスマクドナルドに関しては、うん、その篠崎と確か一緒にやっていたんじゃないかな、らしいな。だから、うん、そうペンギンファミリーで、あいつの篠崎の意思を継いで継いでるものもあるんじゃないかな。まあただマクドナルドはその他のギャングたちとは違ってちょっとピエロで思惑が完全に見えないっていうところはもう1年ぐらいの付き合いになるけど、うんうん、あるなあいつからは、うん、アンブレラに関しては、まあ、ウェスカーももともとは個人犯罪者だった記憶があるんだが、うん、続々とあいつの元に仲間が募ってきてアンブレラという組織を形成した、まあ、これもかなり古い話になるな、うんうん、で他の組織に関しては割と新しめだな。アイリスなんかはどうだろうな、うんうん、もう結構まあさすがに半年ぐらいは経つのかな。その次に古いのがアイリスオールインって感じなのかな。まあそんなこんなでいろんな者たちがいろんなギャングを形成してこう今の街があるっていうわけなんだけ ど、 なるほどな。やっぱり信念というものでいくと、うんうん、モズはやはりバンダーマーの信念心情というか、やつが考えてることのもとで、やつに忠誠を誓った者が、うん、モズのもとで構成員としてメンバーに名前を連ねてるって感じだろうな、うんうん、まあバンダーマーもこの町に来た当初のことは本当に絵に描いたようなサイコパスだったんだけど、うん、仲間と会ううちにちょっとずつ人の心が宿ってんじゃねえかなと俺は思う部分があるんだ。おお、なるほどな。いいじゃねえか。まあとは言っても、うん、あいつ自身は、まあ、今までかなり悪いことを重ねてきた永久指名手配だから、そうだね、うん、俺の考えは変わらないけど、でも、うん、俺が職業としてバンダーマを見た際に、うん、あいつがどういう人間かっていうのは少し考え方が変わるかもしれない。おお、まあそうだな。ウェスカー、まあアンブレラは構成員で行くと、まあ俺もちょっとつながりがあるものもいるけどな。聖母レリア。ああ、レリアか。うん。あいつに関しては、あ、兄貴久々だからこの話知らないか。なんだ？レリアは私の娘なんだ。そうなのか？ああ、これが最近発覚した事実でな。所長も把握しなかったかよ。そうなんだよ。あのな、なんでだよ。まあちょっと昔話になるが、20年前私が妻と娘と日本に旅行に行ったことがあったんだ。おうおうおう。その時娘は4歳。その時になテロに巻き込まれて、娘と妻は殺されてしまったというか、俺の中では死んだと思ってたんだ。うん、そうか。でそんなまあ昔の悲しい思いを背負いながら私はずっとこの20年生きていたんだがな、娘と同じ名前のやつがこの町にやってきたんだ。半年ほど前、聖母レリア。私の娘の名前はレリアバウアー。まあ最初はまさかなと思ったけどもな、うん、名前が一緒ぐらいよくあることだし、まあそうだな、うん、でもこの娘、私の娘が生きていたら大体これぐらいかとか思ったりしたんだけど、うん、まあ最初はそのぐらいだと思って、うん、特に気にもしなかったんだが、うん、つい先日レリアの方から私に、あんたが私のお父さんだというふうに言われて、で衝撃の事実、レリアはどうやら日本で死んだと思っていたが、当時まだ日本にいた商工会グループに身柄を保護されて勝負の下で育てられてきたらしいんだ。そうなのか。で商工会グループがこの町に引っ越してきたと同時にレリアもまあこの町にやってきた、うん、だからまあ俺が死んだと思った娘は勝負に育てられてたというわけだ。よかったじゃねえか、生きてて。まあそうだな、生きていてよかった。ただまあギャングだあいつは、だから娘なんだがな、あの更生させないといけないという私の使命が新しくできたわけだ、うんうん、なるほどな、うん、ユーモアのセンスを持ったやつが結構いたりするという印象だな。なるほど。まあその点で言うとアイリスもそうだな、うんうん、アイリスの色というのはちょっと俺もよくわからないんだがな、まあ結構おもろいやつだな、まあ、とにかくアイリスはフロント企業が本当に多い。タクシー会社だったりモータースだったり、うん、商工艇だったりと結構幅広くビジネスをやってるってイメージだ。まあおそらくその勝負がかなりの手だれのビジネスマンなんだろうな、うんうんうん、オールインに関してはそうだな、かなりの戦闘力を持った集団といったところが、俺もそういう印象だな。まあ、奴らの信念だったりとかどういった考えのもと、また誰の思いが強くその組織に反映されてるかとかは俺もちょっとよく分かりかねる部分があるんだが、うん、そう、そこも興味あるんだよな。バリバリの武闘派って感じで犯罪を楽しんでる節がありやがる、うん、そうだな。金目当てじゃねえ感じがすんだよな。奴らはそういう部分が強いだろうな、うん、うん。
いろんな組織あっていろんな組織が考える思惑とかがそれぞれ違うというのが、うんうん、この、まあ、ギャングの特徴でもあるな。うーん、もちろん新興ギャングもたくさんあるし、うんうん、俺たちがまだ把握していないギャングや構成員たちもたくさんあるかもしれない。そうだな。ノーリミットなんかも、うんうん、まあ割と新しい部類だよな。そういう意味ではあれか、アンブレラから新しく派生したギャングっていうのがノーリミットか、うん、ああ派生になるのか。そう、派生もあるな。だ大元をたどるとペンギンファミリーの派生がグッバイサーカスでもあるし、うんうんうん、そうやってギャングは派生をしたりとか独立したりとかっていうのはよくある話だな。なるほどね、うん、もうなんかあのラーメン屋の修行見てたな、なんか。ああそうだな、うん、なるほどね。社長すまねえな、時間取らせた、ありがとう。ああいや構わない。まあそれがこの町のギャングの歴史と、うん、またこの町のギャングの思惑とかそういうところだな。またバウアー所長自身の話も聞かせてくれよ。私変な、ああ私か。俺はあんたの過去にも興味があるぜ私の過去か。まあ私の過去はいろいろと深いし長いし、おお、まあ重い話も結構あるぞ。重い話もあるのか、うん、また興味があったら何でも話聞いてくれ。昔のこと、この町の歴史については私も結構知ってると思うから。いやもういくらでもあるぜ。黄色ギャングの話はいいのか。ああそうかそうか、夏目もあれか、元警官ってことは知ってるな。元警官でアンブレラに入って、でアンブレラを辞めたんだよな。アンブレラ入ってたのかよ、うん、まあ、それを言うならシャンクズも元アンブレラだからな。そうそう、だから派生が2つあるってことだ。無連分けだらけじゃねえか。そう、うん、まあアンブレラはそういう意味ではあれなのかもな。来る者拒まず去る者追わずっていうギャングなのかな。あーそうかもな、確かに。なるほど、うん、割とそこと全く違うっていう感じなのがわからない俺の印象だけど、モズなんかは結構あの血の誓いみたいな固いこう家族感があるな、そこは感じるけど、うん、絶対主義、あのモズと俺は同じような系統だな。いやそう、俺もある人に話を聞いてよ。お、誰だ。あー主義の兄貴だ。あのヘラ主義か。あーそうだ、ヘラシギもそれで言うともともとギャングだしな。そうなんだよ。あ、そうか、そんなのこと前言ってたな、うん、そういえば。そうそうそう、あいつはモズだった。うん、らしい。しっかり話してくれてありがたいことに。素晴らしいな。やっぱり警察は現場対応も大事だが、そういった過去から今を紐解くこともとても大事だ。ああと、うん、バンダーマンも結構話してくれたぜ。本当か。あいつの懐に入れるとは、お前はなかなか人たらしだな人からなかなか、あいつは口をこう割らんぞ。うん、まあやっぱ、うん、あの2人揃ってこの寒空の下川でチェイスした回あったぜもう一生懸命泳いだんだよ、まあ、あいつはなんだろうな、そのさっきも言ったが、人間が変わって義理を通すやつには義理を通すイメージがあるからな。うーん、なるほどな、うん、あの採用初日に所長と一緒に行ったのが聞いてるかもしんねえ。あーそうかもしんないな。あのきっかけでなんかいい覚えられ方してるっぽいぞ、うん、ありがたいことやな。まあ兄貴のその姿勢っていうのは私はすごいその嬉しいよ。ああ、いろいろ知りたいというのはとても大事なことだ。そうで、市議の兄貴に言われたんだけど、もっと警察官のやつらの話も聞いてやってほしいって言ってくれたよ。ああそうだな。確かに東大元暮らしだなと思って、仲間になってもう分かってきているからよ、どんなやつらか、うんうんうん、それこそオルカてめえの話も聞いてるぞ俺はよ。オルカか。ああそうだうん、そもそもな、事件が落ち着いたらいろんなやつの話聞いてみるぜ。ああ、ぜひ聞いてみるといい。もう警察官にも一人一人それぞれ歴史があるからな。そうなんだよな。 ありがとうございます。じゃあ俺はそうだな、もうそろそろ寝るから。ああ眠ってくれ。あとは任せない。ああありがとうございます。ありがとうよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも